おはようございます。ゆうのややさん。かぶさん2月の17日は天使のささやきの日だそうですよ。天使のささやきは、えー、ダイヤモンドダストのことだそうです、えー。ダイヤモンドダストは生では見たことないですけど、綺麗ですね。見てみたいです。ベルギーで見たことはありますかかなり寒くないと、えー、見られないらしいですよ。えー、それから今日予定だった a t 3ロケットは、えー、無事に打ち上がっていきましたよ。よかったですね。おお、おめでとうございます。えー、ダイヤモンドダストはない。うん。あのー、なんか、いろいろその条件も厳しいらしいですね。見る条件っていうのがなので、北海道とかでは見ることができるっぽいんだけど、ね、ベルギーでもないし、日本でもないかな。 見てみたいね。うん。カムさん、練習に向け、お疲れ様ですね。振り付けはいい感じに進んでいますかえー、ぬいぐるみにも新しい仲間いるんですか春に向けて新しい振り付けと衣装も楽しみにしていますね。頑張ってくださいね。ぬいぐるみにも新しい仲間。今のところは、えー、っと、ここ最近分かってない。うん。余ってあったかもしれない。なんか増えちゃってるかも。 名前もつけようかな。名前何にしようかなって考えたりしてますね。カムさん、豚から人間への移植手術は2022年にアメリカで実施されていたみたいですよ。えー、心臓移植だそうですよ。えー、最初は拒絶反応もなく、えー、順調だったみたいですけど、2ヶ月後に亡くなったそうです。やっぱり難しそうですけど、技術はすごいですね。うーん、そうなんだ。もうやってたんだね。 え、でも、豚の心臓って多分大きくない気がするんですよね。あのー、ま、先入観なんで、あ、なんだろう、勝手な想像なんでは変わりませんけど、あのー、それって人間のその、なんだろう、パワー、だから多分人間の知能があるから、それでも補れるのかな賄えるのかな多分負担が大きすぎちゃって、豚の心臓では足りないような気がするんですけど、なんか、そういうところもなんか、倫理的に気になるけど、 でもなんかそういうこう理、技術的な部分、気になるよね、やっぱり。うん。洋さん、歌舞伎のおはようございます。朝は冷えましたが、えー、徐々に気温が上がり、しばらくは春の気温になるようです。えー、昨日から孫を一人預かり開始熱とせが止まらず、えー、家族旅行を計画していたらしいのですが、えー、他の三人で出かけて、えー、愛しの あの初孫は我が家で、愛しのかな愛師、いとお,おしですね。えー、孫も好き勝手できるんで、我が家がいいようです。風から気管支炎になり、えー、喘息があるので、胸がヒューヒュー、かわいそう、熱は下がりましたが、昨日はゲーム、アンダーテールをぜいぜいしながらずっと話してました。でもさっぱりわからない、えー、バババババ殺しのセリフママよりババとふ。 ババといる方が俺的には安心なんだよね。クソ、ゆずくんに負けないババ殺しにやられてしまいました。本日、孫うち。皆さん、いい一日よ。感染症が蔓延しています。ご注意を。カブくん今日もよろしくお願いします。ラブラブラブ、セバネ。はい、でもちょっと皆さん、気をつけてください。あの、映ったりしないように。だいたい、だいたいね、体調悪くなるときって、子供から映るんですよ。子供から、か学校から持ってきて。 なので、あのー、可愛い,いけど、ちょっと注意しながら、よろしくです。えー、か君とっても可愛らしくまとまってますね。表現したいことが伝わってきますよ。ああ、弟と並んで見た日を思い出し、私にはいろんな意味で楽しみな作品です。ありがとう。私にもあったんでよかわいい子供したい。うふふ、背ばねえ。なるほど。えー、弟と並んで見た日。ああ、これね。 えー、ジャングル大抵。なんか、ね、この作品は可愛いけど、でもメッセージちゃんと伝えてるプロ、あのね、なんだろう、う映画ですね。うまこさん、おはようございます。カム君陸上フィギュアスケート公開練習、ありがとうございます。えー、目覚め、広大な大地に向か、何かに向かって、鳥、小鳥、いますね。ゴリラもいます。 レオ、ちっちゃい大音の目覚めから始まる。素敵なプログラムになりそうですね。楽しみですね。カブ君毎日ありがとう。お仕事、行ってきます。またね。行ってらっしゃい。もう行ってきたとえ、もう行ってる最中かと思いますけど、もう6時間前。うん。そういえば、あの、来ない音の名前はレオちゃんでしたね。レオくんね。うん。レモンみかんさん、おはようございます。2月の17日。 JAXA の H3 ロケット2号機、え午前9時22分え55秒、種子島宇宙センターから打ち上げ成功しました。補助ロケットも切り離し成功しました。1年ぶりの接続の再挑戦。ロケットの先端に、リターントゥ f ファイトの文字があります。リターントゥ f ファイト。なるほど。うん。ね、成功おめでとうございます。はい。希望と胸、 胸に希望を立きながら成功です。さ、え、ら、ー、かれさんおはようございます。今朝は晴れています。本日2月17日は、えー、中部国際空港が、えー、開港した日です。2005年のこの日に愛知県常波市に開港しました、えー。中部国際空港からも国際線の運航があり、 フィンランドのヘルシンキを結ぶ路線もあるそうです。この便はコロナ禍の影響で長く運行休止が続いていましたが、5月30日から運行再開するそうです。それと、今日は2018年の平昌ンチン冬季五輪で、羽生結弦選手が金メダルを獲得で2連覇、宇野昌磨選手が銀メダルを獲得した日でもあります。その日の大歓喜を今でも忘れることはありません。冬季五輪で えー、金メダルを獲得したすべての選手の選手の中で、通算1000個目のメダルを羽生結弦選手が獲得した大会でもありました。あ、そうなんだ。予想最高気温は8度です。え、すごいですね。1000個目ちょうどってことへーえ、それ知らなかった。え、これ、え、羽生さんのファン皆さん知ってましたかこれ、株舞伎界で話しちゃったんだけど。え、マジか。ちょうど1000個目だった。え、これ知らなかったですよ。 はいあの本当に。えーそうだったんだ。おすごい持ってますね、羽生くん。ちょうど1000個目だったんだ。やっぱり持ってるのかな。うん、ええー、どうしよう。あの、そしてロシアの反対性派、えー、指導者なりナワリヌイ氏の死因に関しては、ロシアは当局で調査中となっていますが、えー、これまでロシア国内でプーチン氏と対立するコン、コン物かな本物 の不審死が相次いでいることを踏まえると、あの病死の可能性は低く、何らかの方法で暗殺された可能性が高いと見ています。前日にオンライン方式で裁判に出廷している点や、数日前に弁護士の弁解時は健康状態があ 問題がなかったことから非常に怪しいです。当初、懲役9年だったそうですが、その後追加で有罪になった案件があったようで、禁錮19年が言い渡されたそうです。ロシア当局は、散歩後に収監されている部屋に戻った後に、突如意識を失ったと声明を出しています。うん。ちなみに、ロシアでは死刑制度は廃止されているため、法律通りに運用するならば、どのような人物であっても死刑執行は不可となっています。 えこのため、事件と見せかけて暗殺を仕掛けるということではないかと思います。えナワリヌイ氏の不審死を受けて、アメリカのバイデン大統領は、早速追加の経済制裁を検討しているそうです。なるほどね、怪しいですね、やっぱね。散歩の後に帰ってきた、まあ、その時に何かあったかもしれないし、であのー、違う方法で殺されて不審死っていうふうに言ったかもしれないし、分かりませんね、それはね。 なるほどでも意外にロシアって死刑ないっすね意外にねそれって意外ですよねなんかあるのかなって勝手に思っちゃってたんだけどないというね、うん、意外にないうんはいそして「第一の歌」という曲に関しては歌詞の中で「やっさやっさ」を連呼するところがあるのが特徴的な曲ですね第一の歌に関してはえ自分の出身地や ふるさとを大切にしましょうということを歌詞で表現をしていますね。第3三章と第一の歌はどちらも第一のテーマを、第一テーマにした曲が曲ですが、伝えたいメッセージ性は少し異なっています。ふるさとのことを歌う曲として、高野さんの歌詞の作詞のふるさとという曲も有名ですね。えー、北陸新幹線の飯山駅の発車メロディーとしても使用されています。えー、中学校によって、 大地参照を過小させる目的の一つに、大地という存在や世界や、えー、世界平和の大切さを感じ取ってほしいという意図があるような気がします。歌詞の内容はそういう内容を強く訴えているものになっています。やっぱそうですよね。だからなんか、かっこいい感じ、感謝せようっていうなんか、そういうメッセージ。ね、これは、 あのオーケストラバージョンも聞いたことありますけど、かっこいいです,すね。昔、若干陸上フィギュアでやりました、これ。ちょっとだけ。うん。ね。あのー、世界中にこう訴えかけるような、なんかそういう,こう地球に生きるものとして感じたい曲ですね。うん。ふるさとはすごい有名な曲ですよね。あのー、コブナツリッシュとかね。ですよね、確かね。うん。 寺さんこんにちは。優意の皆様のコメントになったまたの時の事故、私もニュースをで,で,で見ました。本当に危ない。天橋立てをかがんで股の間から逆逆さまに見るもんですが、映像を見ると落ちた人は軽くボケるつもりだったのかな。景色じゃなくて同僚の方を見るようにさ逆に立って逆を向いていました。えそれに同僚,に同僚は突っ込みを入れる感じで、 ちょっとして体勢を崩して、フェンス低めを越えて、そのまま斜面を落下したみたいです。驚くことに落ちた瞬間、同僚は、おいおい、何やってんだよ、くらいの軽いリアクションなんですよね。大変だという感じがしない、感じがない。おどういうことだったい。その様子が何とも言えず怖かったです。えーも,しも,えー、もしものために、 斜面に安全ネットなどを設置する必要はあるのではと感じました。男性は胸を強く打って重傷というとのことですが、死んでもおかしくない状況ですので、大変軽率な行動だったと思います。こうした行動は子供たちが真似をおしかねないので、大人としてセストを持って行動してほしいと思いました。ああ、そういうことなのつまりこれドキュンってこと、つまり。あの、ドキュンっていうのは、つまり何て言うのかな。 あのそういう,こう悪ふざけをどうこどうしてるやつでしょうかね。なんかちょっとこう、ええってやっちゃった感じだったのかなと思ったんですけど、見てないんで映像、そういうことだったんだ。危ないですね。うんなるほど、ちょっと僕も見てみようかな、これ、映像で画像,画像があれば。うん。はい、では今日はね、これで終わりにしていきたいと思います。ありがとうございました。